朝めっちゃ爽やか。今からビクトリアの観光名所のリッチャードガーデンに行ってきます。海が道が爽やかだった。朝のドライブにちょうどいい感じ。森の中を走ってる感じ。着いた、リッチャードガーデン。ここは植物園なんで入場料払わないとね。今入場した、いくらだった？1人$31、まあ、税金込みで$33だった。スプリングアドミッションでもさ、年パスがね$60ぐらいだったんだよ。だからさ、季節によって咲く花が違うから、地元の人はさ絶対これ年パス買った方がいいよね。2回来ただけで元取れちゃうじゃん。ここで記念撮影した。だから入る。あれ、虎？虎の形にしてあるの？虎なのか分かんない。虎じゃないかもしれないけど、なんか動物の形にしてある。そうだよ、ここは多分一番の見どころだと思う。もうこれで一番の見どころ終わりだよ。ハイライト。美しい。これがある。これでも夏暑い時とかがいいのかな。あ、このここからもこういう景色が。あね、こうやって紅葉するのかな。モミジとかもあるよ、ここら辺。あそこら辺ほら、あっち側がさっきあそこから見下ろしてた、見下ろしてたところ、今下まで降りてきてる。今日の水筒は宿になんかコーヒーを置いといてくれてたから、コーヒー、それでコーヒー入れて、ホットコーヒーと、あとこれは水道水。噴水？おお、綺麗だね。ベラジオの話してるから。私もベラジオのことを思い返した。ベラジオみたい。ラスベガスのベラジオ。ちょっと今ベラジオ風になってきた。ほらほらほら。コミットしなかったらここには来なかった。I don't want to pay hハチの形。この中に、中に室内のメリーゴーランドがある。子供たちが乗ってる。なんかすごいクラシックな感じだ。なんかすごい古き良きアメリカみたいな感じがする。ジャパニーズガーデン、日本語で書いてある。日本庭園って。
平和な感じ。あの花面白い。でもこの花きれいだけどさ、めちゃくちゃでいろいろさ花があるたびに撮っちゃうけど動画をね。でも動画的にこんな花ばっかり見せられてる人は別に楽しくないかもしれない。だから編集音楽流してこうコミンがグワーッするところ撮ればいい。なるほどね。もう私はそういう風にしないからつまんない動画になっちゃいそう。でもあ、でも結構撮ってますね。ここら辺いろんなバラが。すごい混み合ってる、ここら辺。ローズガーデン。やっぱりローズが一番人気がある。うん、一番華やかだもんね。ここはローズアーチ。夏になったらもうちょっと咲くんじゃないかな。まだ今も悪くなくない。今も悪くなくない。悪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 くないよ、ね。うん。でもアーチのとこはさまだちょっと。うん。ちょうど冬が終わってさ、咲き始めるぐらい始めた時。うんうん。冬とかだったら結構あれだから。うん。多分冬は入場料安いよ。本当にいろんな種類のバラがあって、なんか面白い名前のバラ、なんかスイートジュリエットとか、まあ、誰々さんのワイフとか、いろんな名前のバラがある。あれとかも木かわいいな、淡くて上巻みたい。なんかよくドレスとかについてる花みたいじゃない、あれ。なんか偽物みたい花が。あ、これがもういかにもバラみたいな形してるの。形がね、うん、面白いの発見。ケチャップ&マスタードっていう名前の花、しかもアメリカ出身の花が。ちょうど外がケチャップ、中がマスタードみたいな色がね。でもなんかそんなロマンチックじゃなさすぎるね、このタイトルの付け方が。でもわざとかな、アメリカ風に。そうそうそう、とかさ、なんか女の人の名前とかさ、そういうの多いんだけどさ。あのバラは多分さ、なんで俺ちょっとマスターなんだよ。そうだね。だってさ、結構かわいい。やっぱり気品があるやつよね、だってね。なのに、ケチャップ&マスタードって。ギャグみたい。まあでも覚えられやすいけど。ケチャップ&マスタード。ジャパニーズガーデン。でも多分ジャパニーズガーデンは超地味なんだよ。花とかじゃなくて、なんかこう松とかそういう感じだったと思った。あ、でもモミジがある。日本の秋に来たら紅葉してるだろうな。こんな感じ。なんかスタッフ出入り口にわざわざ日本語で重要病院専用って書いてある。お花じゃなくて、あれ植木職人の人が作ってんだよランドスケープアーティストって書いてある。お金投げてる人いる。
あ、これほら、日本っぽい、こういうのほら。うん。ああいうやつとか。うんうんうん。綺麗な腹もあった、一応。はい、何ドヤ顔してんの？何そこ？あ、ここすごい日本っぽい。砂地が、うん、ちゃんと、うん。うん。これ陸地だと思ったけど、ジャパニーズガーデン出たら海？いや、すごい綺麗。そう、ボート乗れる、今そこで、そこにほらボートのチケット売ってる。うん、ジェラート屋さんがあった。え、食べる？うん、うん、何がいいかな。1個頼んで食べる。え、2個、そう、うん、2個まで。うん、全部美味しそうだよね。アイスクリーム食べるか、ジェラート食べなんて久しぶりかも。はい、 All looks so good. I can't really choose it.このジェラート屋さんでジェラート買った。ラベンダーとワイルドベリー。ミンはチョコレート系にするって言ってたから、ジェラートはフルーツ系がいいなと思ってたから、別々に買った。もう失礼。おお。開けていいの、うん、こう開けていいみたいな写真撮るのに。あー、すごい温室。お花屋さんみたいな花が並び方が。で、これ開けたら閉めてくださいって。面白い、すごい仕組み。ちょっとギフトショップ見る。なんか花柄で素敵な服とかあったら欲しいな。そんなんないかな。スカーフとかもある。お茶とか。これとここはジャーオープナーだって。硬いジャムとかさ、パスタの瓶とか開けるときにこれで滑らなくしてってやつで、この柄がブッチャードガーデンなの。ちょっと花柄じゃないけど着てみたい。スカートがあったから試着。ちょっといろいろ悩んで試着4着最終的にして、ロングスカート2着買って、両方ともちょっとアイケーだけど、それとあと紺のやつ、こんな感じのやつ。なんか夏に履くロングスカートみたいな涼しいやつ欲しかったから嬉しいけど、でもロングスカートなんか恥ずかしくて履けなくて、うちの住んでる町では。今年そういうの、その恥ずかしさを克服して履くのが私の目標。なんか日本に住んでた時はよくスカート履いてたけど、カナダに来てから山の中に住んでるから、なんかスカート履くのがすごいなんか恥ずかしくなっちゃって全然履けてない。今からブッチャードガーデン出てビクトリアのダウンタウンに向かいます。